どうもショピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。その者たちに意識を取られることによって仕事がしづらくなるっていう、そういう状況を避けたいがためにミニマリズムなライフスタイルを選択しているわけなんですけども、ただですね、ちょっと気になるスペースができ始めてしまいました。それがですね、こちらのスペースですね。はい、こちらのスペースです。もちろんですね、この中には必要だから撮っているっていうものがあります。ほとんどです。それがほとんどです。なんですけど、こう開けるたびにですね、あ、なんかちょっとごっちゃりしてんなみたいな、特にこのちょっとこのいい感じで陰ってる部分、この奥がですね、もうどうしようどうしようって毎回思うんですよね。そのためにこう意識が取られちゃうっていうのはあります。こっちもですね、なんか溜まってきたなっていう感じがするので、ちょっとちょっと中身出してみたいと思います。せーの。ということで、プトンとプチプチ以外は出してきました。僕もこれを一度に見るのは初めてなので、こんな感じなんだなっていうふうに今思いました。で、早速ですね、こうやって俯瞰してみた時に、もう、あ、これどうすんのよって思ってるアイテムがあります。リモは買った時についてきた袋と、あとおまけたちですね。おまけたちです。こういうのがあると、こうリモアを売却するときにちょっと高く売れるかななんていうふうに思ったりしたんですけども、僕このリモアはもう売るつもりはないんですよね。なのでこれはもう一生お役御免かなということで、ちょっとこれは断捨離しましょう。あとはこのクリアファイルですね。こんなに大量にはいらないかなというふうには思うんですけども、これは地味に書類なんかまとめるときに使っているので、これちょっと取っときます。入居時にもらった取扱説明書類ですね。もうこういうのはもう個人的にはもう断捨離したいんですけども、これを捨てちゃうとなんかいろいろまずい気もするので、これはちょっと取っときます。あとちょっとこういう紙媒体的なものも気になってはいるんですけども、まあやっぱり一番はこれですよね。経費類ですね。レシートだったりとかっていうのがこの中に入ってまして、初代から今の物件に引っ越してきた時にそのまんま段ボールに入れて放置をしているっていう感じです。これがちょっとこれからも増えていくしな。MF クラウドのページを見ています。青色申告の場合、その保存期間は7年です。7年ですって。マジか。そこはもう受け入れるしかないということで、経費処理に関してはまあいい感じで整理しましょう。ちょっとよし、絶対に使わないところに。よいしょ。あ、でもさっきよりはすっきりしたような気が。はい、じゃあ次は、あとちょっとこれは早く断捨離をしたいです。提供していただいたものなので、そんな簡単に断捨離するなんて最低だっていうふうに、まあ、ちょっと見ているあなたは思ったかもしれませんし、僕もですね相当心苦しいんですけども、ただですね、僕はちょっと手ブレ機能が欲しかったので、ヒロー6をちょっとお買い求めしたいなというふうに思います。じゃあこれはですね、もうチャンネル登録者数が5000人いった時にちょっとプレゼント企画をちょっとやらせていただきます。まあそれまではちょっとここに置いておきます。で、この紙媒体たちですね、もうこれ最近ほとんど読んでません。このチャンネルでこの本の内容を言おうもんならですね、僕は速攻都市伝説テラーになっちゃう可能性があるんですけど、はい、ここにちょっとまあそっち系の形がちょっと乗っちゃってるんですけど、こちらも断捨離をさせていただきます。ありがとうございました。いやー、もう本当今これ持ってる段階でもこれどうすんだよって思っちゃってますもんね。そうだ、僕が YouTube 動画でメンタルトレーニングやってきたんですよっていう風に言った時に、証拠がないと説得力ないですよね。あ、じゃあこれは必要なのか、これは必要なんだということで取っときます。で、あとはこの元箱系です。ここら辺はなんかこう最新機種だったりとか、また新しいものができた時に今あるやつを売る可能性はあるので、これはまあ取っときますけども、これはもう今満足してますし売るつもりもないので、はい。この箱な、迷うんだよな。その元箱があった方が下取りする時に査定に響くから、こういうのがあった方が絶対にいいっていうふうに思っていたんですけども、もう今このカメラに落ち着いたので決意の表れとして、はい、これを断捨離します。という
ということで断捨離をさせていただきます。短い間でしたけどありがとうございました。買い取りお願いしたいんですけども。はい、ありがとうございます。550円となります。あ、はい、あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんかこうメンテナンスっていう感覚で断捨離をするようにしています。というか、まあこうなりましたっていう感じです。今回の動画を撮りながらですね、なんかプチ断捨離っていうふうにまあ言ってますけども、単純になんかこう不要品を捨てましたっていう動画なんじゃないかみたいな。一発目はもう思いっきり断捨離をして、でそれからですね、徐々になんかこう余波的な感じで、なんか地震のこう余震みたいな感覚でこう断捨離を小さく小さくしていって、でそれに慣れていったら、なんかもう単純にこう不要品を処分するのとプチ断捨離っていうの、なんかその区別が分からなくなってくるというか、まあそういうところにですね今ちょっと来てますんで、ミニマリストをやらせていただきながら、まあそういったことを感じました。わかりにくいっすね。まあ、こんな感じで、まあ、これからも身軽なライフスタイルを追求していくっていうことをやって、まあ、それをですね、このチャンネルでシェアをさせていただきますので、今回の動画がちょっとでもためになりました、参考になりましたってのでしたら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい。まあ、あとですね、なんかこう、意見だったり、感想だったり、質問だったりっていうのも、まあ、どんどんお待ちしておりますので、どうぞですね、よろしくお願いいたします。もう、ボキャブラなさすぎ、みたいな。はい。ということで、今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。またしゃー。